こんにちは。とうとう始まったアディショナル環境。とりあえずいつも通り順番に使っていくよ。まずは進化エルフからだね。ちょっと触った感覚だけど、普通に強いんじゃないのかな。アグロ構築にしても面白そうって印象を受けたね。ただ結局のところアルマジクオンは厳しいし、環境上位のデッキにはならないかな。悲しいね。枠が足りないんだよ。欲しいカードが多すぎて選びきれないんだ。でも逆に言えば環境に対応するカードが豊富とも言える、かもしれないね。正直触ってて総合以上にユグドラシルは使いやすかった。まだ慣れてなくて急なドローにビビってるけどね。テンポがずれてドローとかされると覚えてないんだわ。慣れたら大丈夫なんだろうけど、当分は無理そうだね。こことかとりあえず出してたけど次でよかった。でもこの対戦が一番ファンタジーしてたから致し方ない。理由は後でわかるよ。そしてこの対戦は調整を少しした後のデッキなんだけど、結局巨像は消えていったよね。巨像の体力が6なら文句はなかったのに、なぜ体力が7なのか、これがわからない。結局ギルネリーゼまで耐久するのが楽でいいって結論だったよ。でもこの結論はあくまで初日の結論。シャドバって日数が経過していくほどリーサルターンが早くなるから、その頃には進化エルフは絶滅してるだろうね。そうなると捕食者採用の進化エルフで攻め切る形がギリギリ戦えそうって感じ。ほなら石化でいいやないか。そうなっちゃうよね。結局アリア石化が最強ってことだよ。いや、でも今思いついたんだけど、妖精の飛行士を巨像で破壊してから失踪するんじゃなくて、盤面に当たって失踪してから巨像で破壊すればいいんじゃないの？あれ？それ何点出るの？飛行士が進化込みで11点でしょ。盤面は最低でも7体破壊でしょ。じゃあ相手の盤面に3体いて破壊できればワンパンってことなの？そっち方面で遊ぶタイプのおもちゃだったか。今さらタウンだよ。でも可能性感じてきたんじゃないの？少なくとも私はコンボパーツ多すぎて笑ってるよ。でもちょっと試してみたいね。まあファンタジーだよ。そう、妖精の飛行士のボイスを今回初めて聞いたんだけど、これは相当ねっとりレベル高くて好きだよ。私のトークデッキに採用できるレベルには好き。影率もローテ落ちしちゃうし、次の人気ボイスになってくれると嬉しいね。他のカードボイスはまだ全然聞いてないけど、とりあえずのお気に入りって感じ。誰にも使わせないように商標登録しておこうかな。もちろん使用料は10万円だよ。飛行士茶番劇で稼ぐんだ。あれって結局のところどうなるんだろうね。使用料は取り下げたけど、権利はまだ持ってるよね。流れを見てる限り破棄するまで終わらないと思ってるから何でもいいけどね。やっぱり悪どい欲望はファンタジーに留めておくべきってこと。お前ら以外いねえ。これがお前らのファンタジー。楽しい。火力が足りない部分もファンタジー。クオンあるまじで終わってたね。まあこっちも巨像入ってたら勝ちだから実質引き分け。そういうことで吉波どうぞ。それじゃまたな。好きだぜ、好きだぜ、好きだぜ。私もお前らが大好きだよ。ロロロロ。ここリーサルに気がつくの遅くて危なかったんだよね。危うく逃すところだったよ。ちなみにこの前からリーサルがあった場合は知りません。ファンタジー。ちなみにデッキはこんな感じ。多分想像よりは強いよ。この構築はまだ初期段階だから何とも言えないけど、ユグドラシルが思ったよりもパワーあるからいけそう。ただ環境の流行りに合わせて枚数調整必須のデッキになるだろうから、対面は少ないかもね。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。